たくさんの情報知識っていうものを、まあ、実際問題になる前に得ることができるプログラムがあります。これが私たちが提供している、フラクタル心理学のマスターコースっていうものなんですね。で、入門初級中級上級とあるんですが、特に中級上級あたりがこういう知識なんです。ですから自分が体験しなくても、あ、こういう時はこっちが正しいんだっていうことを知ることができ、その時に効果的な直し方っていうものを問題にするなる前に教わって直すことができますので、とてもスムーズに人生が生きられるっていうことなんですね。ですから、まあ、ある意味、まあ、交通ルールで言えば標識の見方ですとか、ね、そういうような感じですね。例えばここでクラクション鳴らせとかね、こういう標識出るじゃないですか。で、一般的にはね、クラクション鳴らすのって、ね、何もないのにクラクション鳴らすのって迷惑じゃないと思ってね、ここでクラクション鳴らすっていうのは本当に良くないことよねっていうふうに生きてきたんだけれども、山道に入ってこの先が見えないこうカーブを曲がるとき、特に夜とか霧だとかいうときにはクラクション鳴らすのが正しいんだっていうことがありますよね。こういうようなことっていうのは山道に来て初めてわかるっていうことです。ですから、体験していないことはね、やはりわからない。それを、網羅してお教えするのが中級上級なんですね。まあ、入門初級は何をするかって言いますと、入門はこう全体的なことを、見通すっていうことですね。でもまだそれが理解できる脳にはなっていないんです。で、初級ではそれが理解できる脳をまず作るんです。ですから修正法というものがここでね、たくさん出てきます。で、そして中級でその全体的な情報を得ながら、脳を開発するようなそういう修正法、まあ、誘導瞑想っていうのを使うんですけども、それをやってみたり、そして情報を得るやり方を知ったり、そして上級ではゴロッとその過去が変えられる、ね、こうすれば全く過去が変わるんだよっていうことをね、学べるっていうことなんですね。マスターコースは本当に面白いです。ですからね、ぜひいらっしゃっていただきたい。